と書いたか、それだけでも教えていただけませんでしょうか。何、瀬川弁護士は誘拐。ところで大和のはどうなんだい。警察はまだ隣切腹と見ている。バカ野郎。あ、いやいや、なんでもない、こっちのことだ。私は毎日何十枚という名刺を人に渡しているんだ。やった先をいちいち覚えちゃおれ。この男だろうか。先生は現在の世相については道義の大半、その一言で尽きるとのご見解だ。この男だろうか。しかし君、相手は暴力だよ。体は大切ですからね。まあ危険なことはなるだけ敬遠するんですな。この男だろうか。どなたですか。こちら初めて拝見するお顔ね。そうよ、いらっしゃるなりママさんのことばかり。青木だわ。まあ怪しい女たち。あのマダムちょっといけますな。荒木にきっと前は芸者ですよ。どんな野郎が旦那になってんのかな。さあ、私は知りませんね。怪しい男。おっと、帰ったわよ。いつだ。今。え、どういう人なんだ。村坂英明とはどんな関係で、何のために伊勢へ行ったり水波へ行ったりしたんだ。ね、教えてもらいたい。君が羽田に送った山本って男は今どこにいるんだ。あなたってまるで刑事みたいな方ね。僕が刑事ならとっくに君の手に手錠をかけてる。